年末の風物詩で今年を代表する言葉を選ぶ現代用語の基礎知識戦2023ユーキャン新語流行語大賞が1日都内で発表され、38年ぶりの日本一を達成した阪神タイガースの流行語ワードアレ RE が年間大賞に輝いた。阪神佐藤輝明内野手24が見事に予言を的中させた。自身が契約更改の交渉に臨んでいたちょうど1年前の12月1日の当日に、ヤクルト村上の村神様が流行語大賞に選出された。それを受け、来季流行させたいワードを問われた主砲は、ダブルコートアレ、でしょ、と笑顔で即答した。優勝したら絶対、流行語になるでしょ。アレ、を目指して頑張りたいと思います、と話していた。3年目の今季はチームの中軸として132試合に出場し、打率2割6分3厘、24本塁打、92打点と予言通りの活躍を見せ、チームの18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本一に大きく貢献した。今オフは来季のスローガン候補として、アレ、と、連覇、を掛け合わせた、アレンパ、を佐藤輝が考案。岡田監督も、初めて佐藤すごいと思った、とワードセンスを絶賛。アレンパ、がスローガンに採用されれば、来季も流行語大賞を狙えるかも。